努力嘘つかないですね。努力してるから、はい、あと負けてもよか、はい、今1位。ランド君ベストタイム出した時のあのなんていうかもうクーってくる感じがたまんないです。今回ベストタイム、ベストタイムです、この大舞台でベストタイムを出せたっていうのは、はい、もうやっぱ自分じゃここまで成長できなかったんで人の支え、両親をはじめやっぱりいろんなコーチ監督の支えがあって今自分があると思うんでこれからもっと上を目指し頑張りたいと思います。最初から行ってもう相手がもうもがくのやめるぐらい話して勝つっていうのはずっと考えてたんでその通りになってよかったです。選抜インターハイで優勝してきてるんで国体も優勝して高校で3つタイトル取れるようにしたいですね。最高っす。初めてのインターハイなんで初めてで優勝できたんで嬉しいです。僕2番手なんですけどなかなか最後伸ばせなかったんですけど昨日と今日とちゃんと伸びたんで良かったです。みんなのチーム力がチームが一つになったなと思います。国体でも優勝できるようにこれからも精進したいと思います。ありがとうございます。先頭の子がまあ粘って横の子を引きつけないでくれたんで、まあ、そこから立てて、あとは自分から仕掛けられたことですね。次はまあ多分これで国体にも出れると思うんでそこでも優勝したいです。